斎藤達夫は、日本の俳優、映画監督。松竹蒲田撮影所に入り、独特の存在感を持つひ々とした演技で、脇役や短編喜劇映画の主役として、多くの作品に出演した。初期の小津安二郎監督作品に欠かせない俳優でも、あり、肉体美、会社員生活、大人の見る解放生まれては見たけれどなどのオズ作品に、主演した。 戦後も貴重な脇役として活躍し、監督作も発表している。1902年6月10日、東京府東京市深川区佐賀町に生まれる。父は、米の中売人で、日本橋区に店を構えていた。父は、芝居道楽で、家業そっちの家に一座の肝心元になって、巡業に出たりして、財産を当人し、5歳の時に、 佐賀町の家を畳んで、神田明神近くへ引っ越しする始末だった。引っ越した家の隣には後に、カメラマンとなる、長井新一が住んでおり、幼い頃に厳冬期を作ってもらったという。地元の小学校を卒業後、経過中学校に入学。父が浅草のルナパークの株主だった関係で、映画館には無料入場できたことから、映画ファンとなる。 ブルーバード映画のスター女優だったエラホールに夢中となり、彼女にファンレターを送ると返事が返ってきて宇頂展になったり、映画雑誌、活動の世界などに投稿したりした。学業そっちのけで映画に夢中になっていたため、それを心配した父によってシンガポールでカメラ材料店を開く人に預けられ、経過中学を中退してシンガポールに渡る。 マレー商業学校を卒業後、外国商館に勤務する傍ら、コンラムフィルム社のステマドルという映画に出演し、1922年に日本へ戻る。1923年、松竹蒲田撮影所に入社。牛原宇都彦監督の狼の群で映画デビューし、その後、島津安次郎監督の人肉の死。 大久保忠本監督の天を仰いでなどに出演するが、同年8月に退社して、日活対将軍撮影所に入社する。若手助演者として注目され始め、商品映画集、人生と活動では主役に起用される。1926年、小竹鎌田に再入社。長身倉句で根結自風の要望とひょうひょうとした持ち味を買われて、 得意なバイプレイヤーとして注目されるようになり、牛原監督の感激時代、陸の王者などに出演する一方、木戸史郎撮影所長が奨励する短編喜劇に次々と起用されて、持ち味を発揮していく。足に触れつた幸運のスチル写真。左から月田一郎、斉藤、関時夫。1928年、小津安二郎監督の第二作。 和ードの夢で主役の学生役に起用され、以後、オズの短編喜劇に次々と主演する。やがて、オズの少子民映画の主人公として、不況時代のサラリーマンなどを演じ、飯田長子、坂本武志らと共に、サイレント時代のオズ映画に欠かせない存在となる。斉藤が主演したオズの短編喜劇に、女房紛失、カボチや、肉体美、会社員生活、 特艦小僧、落第はしたけれど、エロ神の怨霊があり、肉体美では、妻の尻に敷かれている亭主、会社員生活では、ボーナスの支給日に会社をクビになるサラリーマン、特艦小僧ではさらった子供に手を焼く人さらい、といった役を演じて、ユーモラスな演技を見せる。この間、オズの長編作品、学生ロマンス、若き日、結婚学入門にも出演し、 デリケートな人間心理を表出して、うまみを見せた。その後も、足に触れつた幸運で大金を拾ったサラリーマンの泣き笑いを講演。お嬢さんでは、岡田時彦と組んで新聞記者を演じ、東京の合唱では、持ち味の表一さを発揮する。オズのサイレント期の代表作、大人の見る解放生まれては見たけれどでは、子供から、大人の世界の矛盾をつかれる。 サラリーマンの父親役で主演し、困惑する、不況時代のサラリーマンの悲哀を見事に演じた。以後も、畜女は何を忘れたか、戸田家の兄弟、胸方姉妹などに出演し、計23本のオズ作品に出演した。オズ作品以外にも、佐々木常次郎監督の、新客往来、浦裏町の大将、斉藤虎次郎監督の、モダン階段1億円、清水博監督の、 村の王者、五所平之助監督の大東京の一角、左内輪などに主演し、1929年に、結城一郎、日夏つゆりえと共に、準幹部。翌1930年には、高田実岡田時彦、結城、立田静江、つくば子と共に幹部に昇格する。以後も、五所監督の人生のお荷物、 島津康次郎監督の春金賞をことと、佐助、吉村孝三郎監督の暖流などに助演する。1947年にフリーとなり、各社の作品では起役として活躍する。1950年代には監督業に進出し、とつぐこよいに、順情社員、島倉千代子主演の、早く帰って、子、東京だよ、お、母さんなどを監督するが、 監督としてはほとんど評判にならなかった。やがて早々期のテレビドラマにも多く出演する。1967年、山田洋二監督の9ちゃんのでっかい夢が最後の映画出演作となった。1968年3月2日、肺がんのため東京都世田谷区梅ヶ丘の自宅で死去。65歳没。母所は台東区の長雲寺。一時期、 小竹蒲田の女優、井上幸子と結婚したが後に離婚し、ドイツ人女性と再婚するも、死別、付き人と三度目の結婚をして西を設けている。マスダ・キートンは、憧れていた人物に、斎藤を挙げ、銀座でオシャレで目立った人は、何と言っても、斎藤達夫。外人みたいで、どんな格好をしても様になるんです。と語っている。ワコードの夢のスチール写真。 左から吉谷久夫、斉藤、若葉信子、肉体美のスチル写真。左から斉藤、飯田長子、坂本武史、ひまもるし一。お嬢さんのスチル写真。左から岡田時彦、田中絹代、斉藤。太字の題名は、キネマ順法ベスト10にランクインした作品員は、小津安二郎監督作品。ありがとうございます。